うまそうだなぁ。ハンバーグ！いや、ちょっと待って、嘘みたい。なにこれ。一番高いやつが10円。1億？なんかもう、涙が出てくる。この感情、なんだろうね。面白いな。真っ暗。お腹いっぱいですね。お腹いっぱいだし。でも、お腹いっぱいでも、昆布、スルッと食べれるやつ用意してますんで、それが…そんなそばみたいに食えるやつがあるんだ。それこちらです。毎度おなじみ、榎本ハンバーグ研究所です。タモリクラブみたいな配慮してるけど、みんな知ってるでしょ。だって今日はどうするんですか。シルバーグを3店舗目なんで、食べたいんでシルバーグ行きましょうよ。ちょっと後藤さんの食べ歩きになっちゃってるから。そうっすね。じゃあシルバーグに行きましょうか。そうっすね。シルバーグ行きましょう。一緒に写真撮ってもらっていいですか。いいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ハンバーグ師匠のこと知ってました。あ、知ってます。ハンバーグの店では師匠じゃない方の名前知ってます。いやー、分かんないです。すいません。いいね、いいね、そんなの別に。世代によると思うんですよね。甘いで知ってくれてる人、離婚で知ってくれてる人、本当。あとバイクで知ってる人、あハンバーグで知ってる人、なるほど。で最後にスピードワゴンっていうの。お待たせいたしました。うわー、ドライブでございます。でかっ。300g、 一番大きいですね。ハンバーグで一番テレビに出てるのがこれなんじゃないかな。うまそうだなー。いい写真撮れちゃうし、後藤さんの写真待ちっていうのがちょっと持ち上げていいですか。あ、すげえな。見せてくれな。すげえな。箸で持ち上がらないっていう演出入れてくるじゃん。やばいやばいやばい。マジかよ。落ちろ落ちろ落ちろ。あー、いいね。もうね、膨らみ方でね、わかるんですよ。出ます。うわー、出てるね。ほらほらほら。うわー、歪む感もしっかりある。肉汁のインサートやらしたら今一番うまいんじゃない。これをつけるんだ。もうつけちゃう。もうご飯も浸しちゃいますね。うまっ。ご飯とかも入れちゃうんですよ、こっちに。はい、丼になってるんですよ。ご飯とゆで卵と。いただきます。ハンバーグ！ありがとうございます。外は粗挽きの感じがあるんだけど、中の方トロトロじゃないですか。粗挽きと細挽き両方混ぜてるんですよ。で、漬け汁が和風だしだから、つくね食ってるみたいな感じ。あ、これぐらいいっちゃっていいですか。はい、あ、重い。冬は結構体が温まるんですね、うん、生姜の効果で。森口博子さんとか生姜で温めるって言いますもんね、体。わけわかんない。あの、ちょっとこっから僕が本題なんですけど、そこにですね、はい、一つ榎本さんも協力していただけないかなと思いまして。協力させていただけたいと思います。また決定したわ。ぜひ楽しみにしてます。いいよ、取らなくて。YouTube でさ、こんなしっかり食べ歩きのロケやってる人見たことないんだけど。さあ、4軒目行きましょう。ラストですよね。ラストです、はい、楽しみだわ。結構食べたんで、うん、最後はもうなんか、うん、あっさり食べられるハンバーグ、優しいハンバーグを用意しました。助かる、ええ、それはね、こちらです、うん、こちら、クールカフェさんですね。閉店するっていうお話だったんで、そっからちょっと通い詰めて説得して、うん、まあ結果閉店をやめるっていう。どういう立場なんですか。ここのハンバーグなくなるってなったら、そら焦りますよ。そのくらい美味しいです。
ちは。お願いします。いらっしゃいませ。麹を使ってるハンバーグなんですけど、うん、すっごい柔らかくて、うん、フォークとかナイフとかじゃなくてスプーンでいっちゃえる。じゃあもうお願いしようかな。え、そうですね。はい、ありがとうございます。あ、じゃあオーダーを取ってください。はい、お願いします。あの方はオーダー取らないですね。あの、いつも通りにちょっと差し入れたことあります。もちろん。これさっきね、外でも聞いたんですけど、ちょっといいですか。はい。あ、すいません。あ、はい。はい。あ、すいません。はい。そんな下辺感出しちゃダメ。我々がお邪魔するんですか。あ、すいません。はい。遠い。はい。あ、ごめんなさい。すいません。はい。ごめんなさい。すいません。はい。林と申します。林さん。はい。林さんでもその店閉めようと思ってたのに、はい、後藤さんが通い詰めたんでしょ。あ、そうです。本当に3日連続で来てくださって、うん、後藤さんのおかげで辞めないで、本当に今いてよかったなって思います。人のいい人だよ、これは。あ、そう、はい、そんな。これ何ですか。あ、これ時計でございます。時計、はい、これ100年ぐらい前の時計で。100年前の時計。そうです、はい、そうです。動いてるんですか。動いてます、はい。時間間違ってますじゃないですか。ちょっと、あ、そうですね、時間が少し狂ってます、ごめんなさい。なんでこんな時計持ってるんですか。もともと17年前からヴィンテージの時計をやっておりまして、この2階が販売になっておりまして。じゃあ上見に行きましょうか、時計屋さん。はい、はい、うわ、すげえ、はい、何。いや、ちょっと待って、嘘みたい。なにこれ、はい、信じられない。なにこれ。あ、ありがとうございます。何ここ。あれ、俺一番高いやつどれでしたっけ。一番高いやつは1億円のもの。1億、はい、1億円のやつ見せてもらえないですか。あ、今ですか。はい、見たよね。あ、はい、うっそ。これさ、年末に銀行に納めてて今ここにないんですよ。すいません、そうだ、忘れてました。ごめんなさい。あともうこれに1500万。ちょっと待って、はい、これ1500万。あ、これ1500万ですよ、2つとも。怖っ。もうこれはロレックスのジュネーブの本社まで行って、審議鑑定からオーバーホールまで全部やって、もしよければこのロレックス。嘘。1500万のやつはめ差し替えるの。はい、そうです。やばい、怖い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 。いや、でも本当にこれはいい、ビニール剥がさなくていいですね。あ、はい、一応これです。はい。はい、デイトナの手巻きで、これはもうジュネーブの本社で、オーバーホールした2年間保証のもの。多分どこにも日本では100%同じものは売ってないです。1500万これ、はい。まあ、あとはでもこういろんな、こういう例えば第二次世界大戦でナチスドイツが使った本物の、チチマとかですね、伝説と言われたものばかりを、手に入れて販売しております。これ一回壊して一回取ります、ね、すいません。珍しい2537ってパテックフィリップのカラカラで。パテック、これも、はい、パテックです。これも2537でなかなか市場に出回らないです。これいくらですか。150万です。他では280万とか出します。でも今は世界で2人ぐらいしか売ってないです。はい、みんな280万ぐらい出します。この150万はないです。絶対どこにも売ってないです。買いましょう買いましょう。ふざけんな。先月、先週そんなロケじゃないから。だからここに買いに来てくれた人となんかおしゃべりしたりどうのこうのも下野ラウンジでやってた。ああ、そうですよ。ほんでそこでハンバーグを出してたら、これうまいぞってなって。あ、そうですね、ハンバーグ店も両方やるみたいな。おっしゃるとおりです。はい、お待たせいたしました。すごいっしょ。うわ、塩麹のワトロハンバーグでございます。もう手間暇はほっとかけてます。究極にかけてます。スプーンでいけます。余裕でいけます。あとほら、いきますよ。うわうまそうだな。あ、赤いの。あ、めちゃくちゃうまい。そりゃね、これがね、これが食べられなくなるってなったら大丈夫です、変わってないですか。通うよ。ちょっと待って待って、ひざまずくことによって、はい、奥に誰かいるね。ああもう一人奥にいたの誰か。私の娘の。あ、娘さん。娘さんなんすか。どういう状況だよ。娘さんと背中合わせに立ってたの。なんかなんでここにいるのか私も分かんないです。いや、私も分かんない。これがさ、ほらすっごい柔らかいから、これふわふわなんすよ。うわ
うわーすごいな肉汁が。いただきます。ハンバーグ。もう4店舗目だからいいっすかね。うるせえ。申し訳ない。ただ本当にうまい。ここのはもうデミグラスが飲み物とかじゃなくてハンバーグ自体がもう飲み物なんだ。いけます、全然いけます。2回咀嚼したらもうなくなるよね。これなんでこんなにふわふわなんですか。本当にあの手間暇かけてます。全部血抜きを一日して一つ一枚一枚ペーパーにくるんで、そんなことやっても本当に一個作るのに仕込みだけでも5、6時間から8時間ぐらいかかるのに、これをもう信じてずっとこの2年間やってきましたんで、頑張ってください、やめない方がいいですよって、それでもう本当に本当にもう嬉しくて、もう本当にもうはい、なんかちょっと涙出そうな感じになってくるね。人と人のつながりがあってさ、聞いてんのかいや本当感謝してます、本当に感謝してます。ちょっとここからが本題なんですけど、はい、ハンバーグ師匠、はい、今年の年末に、はい、ハンバーグフェスをやろうと思ってます。あ、はい、こちらのお店のハンバーグを、はい、一緒にちょっと出店したいな。あ、よろしくお願いします。早い。もういやすいません。いや逆に心配だけど、丁寧に手間暇かけて血抜きしてやっとの思いで完成したハンバーグをお二人にお願いされると私は何でも受けるつもりでいます。言葉じゃなくて本当に感謝してるんです。心から本当感謝してます。本当に私は逆に言えばそういうことに出させていただくこと自体も素晴らしい、はい、こんなにできた人いないで、はい、いやそんなことないです。はい、俺に何を感謝してるんですか。やっぱりこの職場を続けさせていただいたことです。俺じゃないです。皆様ですね、後藤さんなんですよ。後藤さんもしかり皆さんも本当そうですね、はい、全然私は大丈夫です、はい、やらさせてください。逆に、はい、ちょっと人が良すぎる。いやそんなことないです。本当にいい人。ありがとうございます、はい、泣けちゃうね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいわ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかもう涙が出てくるこのありがとうございますっていう謙虚さにちょっともうわけのわからない色気この感情なんだろうね。なんなの。不思議だなぁ。いや本当に面白いな。あのねハンバーグってねうまいんですよ全部基本は。いやどこ食べても美味しい。人柄 の良さも感じるけど、このハンバーグ、このハンバーグを食べるだけで感動するから。で、あ、ここにたどり着くまでにこういうお話バックボーンがあるんだなって聞くとさらに美味しくなる。本当に言葉に言わせて感謝してます。ありがとうございました。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。もうちょっといいロケできたわ。 ありがとうございます。お会計をお願いします。お会計は大丈夫です。いいもう払います。いやいやいや、お会計は大丈夫です。いや本当に、いやいや、そうでもないです。いや、それは私ここまでしていただいてお会計はいいです。俺は何も育ててない。いやいやいや、本当にいいです。で、後藤さん一から手伝う伊藤さん、伊藤さん、伊藤さん、あ、ハンバーグです。もうじゃあそこまでおっしゃっていただけるならハンバーグ言っちゃうから。ハンバーグ師匠ミュージックライフをご覧いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。チュー。